技術力がまだまだ乏しいので、不正確な情報とか、その表現が混ざってたらすいません。ということで、始めさせていただきます。今回は、R 言語で Web アプリケーションを作成するという内容で発表させていただきます。内容なんですが、まず Shiny で Web アプリケーションを、作成する方法についてお話ししまして、Shiny に、追加して、追加してライブラリを入れると、Shiny のデザインパターン以外にも他のデザインパターンで作れますよというお話を少しさせていただいた後、クラウドフレアトンネルで、話が簡単にできますよという話をさせていただいて、まとめをさせていただいて、今後の展望という感じで話させていただこうと思います。まず最初に Shiny で Web アプリケーション作成ということで、Shiny ですね。このロゴを一度は見たことあると思うんですが、簡単に Web アプリケーションを作成できるライブラリとなっていまして、私がいつも Shiny を作るときは、こんな感じで UIR と ServerR と GlobalR というのを生成して、で、このルートプロジェクトのところに www ディレクトリを作った後に CSS とかイメージファイルを入れておきます。で、それぞれのファイルなんですが、UIR が、まず Web アプリケーションのデザインを記述するファイルとなっていまして、ServerR が、アプリケーションの処理を記述します。GlobalR が使用するパッケージを記述しまして、CSS とイメージ、ファイル等は、さっきの、www ディレクトリの方に、入れていただけると、動きます。で、UIR は具体的にはこんな感じのコードを書きまして、Shiny UI という関数の中にフルードページの関数を書いて、その中にまずヘッドの情報を書きたければ、ヘッドの関数の中にこうタグの情報を書いていく。で、その下に、まあ、H1 タグとか Div タグとかをこう書いていく形で作っていきます。で、後ろにブートストラップのロゴを入れているんですが、これは意図的に入れていまして、Shiny はなんかブートストラップが使えるみたいで、ブートストラップの 提供されているクラスを、このように当てることができまして、このテキストセンターっていうのは自分が、オリジナルで作った CSS のクラスではなくて、ブートストラップから提供されているクラスを当てています。で、このテキストセンターを一つ書くだけで、この H1 タグに書いてあるこのタイトルというのが、ウェブサイトの真ん中に来るという感じで、ブートストラップのクラスが適用できるというふうになっています。で、次に、server.r ですが、こちらの方で、UIR で、ユーザーが入力した情報をもとに計算をしたり、まあ元から計算をしたものもあると思うんですが、そういう処理を行います。Shiny サーバーの関数の中に、こういう感じで自分で、処理を行いたい関数をこう記述しまして、アウトプットドルマークでアウトプット ID として、そこにレンダープロットの関数の中に、まあ、自分の処理したい関数の結果をこう入れてあげると、返すことができるという形になっています。次に、グローバル R は、使用するパッケージを、ライブラリの関数でこうダーッと書いていくというファイルになっています。で、こんな感じで Shiny アプリケーションが簡単に作れますよという話を今させていただきました。で、具体的なコードを少しお見せすると、こちらのような感じになっていまして、これは昨日適当に作ったアプリなんですが、よし。先ほどのコードを走らせると、こんな感じのアプリができていまして、こうタブを切り替えて、グラフをいじったりとか、X 軸と Y 軸の情報をいじって、こう、いろいろ変えたりとか、いうのが簡単に実装できて、非常に便利なパッケージだな、といつも感心して使っています。で、これが UIR のファイルの中身で、こんな感じで書いています。H1 タグがあったりとか、そうですね。さっきの、タブの切り替えだったら、このタブセットパネルという関数を使って、それぞれのタブパネルで分割されていたりとか。あとは、サーバー R の方は、UIR で受け取った、ここの情報ですね。ここの情報っていうのを、受け取って、インプットドルマークで、インプット ID で受け取ることができるんですが、こうですね。スカッタープロットの X となっているんですが、受け取った情報を、こう、読み取って、で、それに応じてリターンを返すという感じで書いています。で、あんまり多く行数書いてないんですが、たったこれだけ書くだけで、こんな感じの綺麗なサイトができるんで、まあ、非常に便利だなといつも発信しています。
で、次は、いろいろな UI ということで、シャイニー自体にも、綺麗なデザインパターンが、こんな感じですね。用意されているんですが、もっと違うデザインパターンで作りたいよって思う人がいると思うんですけど、一応実現することができまして、シャイニーダッシュボードというアプリを、あ、アプリじゃないですね。パッケージを追加していただくと、こんな感じのデザインを、作ることができます。で、実際に実装した例はこんな感じとなっていまして、このアプリはどんな感じかと言いますと、よいしょ。このトンド先がシャイニーのアプリになってまして、こんな感じの UI のデザインを簡単に作ることができるというのがシャイニーダッシュボードですね。こんな感じになっています。で、次に、シャイニーマテリアルという追加パッケージもありまして、これを追加すると僕はまだ使ったことがないんですが、シャイニーのアプリの中にそのマテリアルデザインを取り込めるというものになっているらしいです。で、次に、クラウドフレアトンネルで配信ということで、クラウドフレアっていうのが、CDN などを提供するサービスの一つになっているんですが、そもそも CDN っていうのが、そのコンテンツ配信ネットワークの略称となっていまして、ウェブサイトのコンテンツっていうのを世界中に分散させた配信拠点に、コピーしておいて、オリジナルのオリジンサーバーの代わりにコンテンツを、届ける、仕組みとなっていまして、その CDN のサービスの一つが、このクラウドフレアとなっています。で、クラウドフレアトンネルっていうのは、先ほどのクラウドフレアのサービスの一サービスとして存在しまして、ポート開放等の作業しなくても簡単に自作の PC を Web アプリケーションのオリジンサーバー化し、できるというサービスになっています。で、このクラウドフレアトンネルとシャイニーを掛け合わせて配信する方法につきましては、キータの方で記事にしていますので、興味がある方は見ていただけたらなと思います。で、ざっと概要を話すと、まず、オリジンサーバーを、お手元に用意いたし、していただいて、R のインストールを行った後、シャイニーとシャイニーサーバー、あとは各種必要なパッケージをインストールしていただきます。で、その後、目的の、ディレクトリのところに作成したシャイニーアプリケーションをボンと置いていただいて、で、ここでローカルサーバーが動いている状態になっていますので、あとはクラウドフレアトンネルでトンネルの作成をしていただくと、全世界中に公開できる形になっているという感じで、非常に簡単に、世界中に公開というか配信することができるというふうになっています。で、実装例なんですが、pca.sme.bio というドメインで、この PCA メーカーという水分分析をするシャイニーアプリケーションを、今僕の 発表しているパソコンの裏にある、もう中古のパソコンで配信してるんですが、それで配信していまして、実際のアプリが、このページだけ AWS なんですが、このページからですね、このページから僕の、パソコンの後ろにある中古のパソコンで動いてるものとなっていまして、ちょっと重たいんですが、こういう感じで、シャイニーアプリケーションを実際に配信することができるというふうになっています。で、ここまでざっと話してきたんですが、仮にまとめとしましては、シャイニーは、意外にもデザインパターンをいろいろ持っているので、綺麗にまとめようと思えば、綺麗にまとめれる、そんな感じの、ウェブアプリケーションのパッケージになっています。あとは、クラウドフレアの力で簡単に配信ができるということで、クラウドフレアトンネルを用いると、自宅にある、使ってないパソコンとかを、オリジンサーバー化して簡単に配信ができるよということで、クラウドフレアトンネルの紹介をさせていただきました。で、今後の展望といたしましては、シャイニーは、簡単にウェブアプリケーションを作成できるんですが、大きな問題が一つほどありまして、デザインの自由の限界があるというところで、R は、ウェブ関係の言語じゃないので、しょうがないんですが、デザインの自由の限界があるというのは、Next.js とか Tailwind.css とか、いわゆるモダンなものですね。そういうものを使いづらかったりとか、使えなかったりするっていうのと、あとは、パッケージを作ってから、さらに Shiny の Web アプリケーションにするという流れだと思うんですが、
ウェブアプリケーション化するというのはデザインを考えたりとか非常に大変だと思うので、まあ、作るのが大変とか、まあ、めんどくさいっていうのがあると思います。ので、僕が今考えているのが、R のウェブフレームワークを作りたいということで、R 言語の、領域としましては、まず R 言語で、プランバーという、パッケージがあるので、これで API サーバーを作って、あとデータベースとのやり取りも R 言語の OR マッパーでやれたらなと思っています。で、実際の Web のフロントの方なんですが、ここは Next.js で、生成できたらなと思っていまして、まあ、R の Web フレームワークなんで、タイプスクリプトを書くような Web フレームワークにはしたくないんで、まあ、なんとか自動ビルドできたらなというふうな、希望を持っています。で、まあ、具体的には、先ほどのデータベースと、API サーバーと、Web サーバーに関しては Docker Compose で1個に固めてしまって、で、R の ORM の作成に関しては、まあ、すでになんか DIM とか DB プライヤー、ちょっと読み方がわかんないんですけど、ここら辺のパッケージをうまく組み合わせればなんかできそうな雰囲気があるので、まあ、自分の Web フレームワークに適した ORM を作成できたらなと思っています。で、作成するフレームワークに適したスコープを行えるパッケージということで、その一つのパッケージの中にいろんな機能が入っていると思うんですが、その各機能ごとに名前空間がスコープできるような感じにして、自分の作成したウェブフレームワークでその使いやすいようなスコープができるパッケージをこのウェブフレームワーク内に取り込みたいなと思っています。これは本当に希望的な、感じなんですが、このラストを混ぜたいという個人的な意見があります。で、まあ、ラストを混ぜることで高速化できたらなという少し希望を持っていたりします。発表は以上になります。ありがとうございました。質問等ありましたら、ありがおとう願いございします。ます。何か、長田さんのご発表に、ご質問、コメント等ありますでしょうか。あ、じゃあ、いいですか。はい。お話ありがとうございました。何でしたっけ、クラウドフレアトンネル、初めて聞いたんですけど、すごく便利そうだなと思ったんですが、あまり仕組みがよくわかっていなくて、なんか自分がそのシャイニーでアプリ作ったとして、それを他の人が触れるようにするんだと思うんですけど、そのなんか普通、ウェブアプリを作るってなると、その固定の IP アドレスを取得しないといけないとかってなると思うんですけど、自分のパソコンってその、例えばその、どっか別のところで作業したりすると IP アドレス変わっちゃうと思うんですけど、なんかそこら辺をなんかうまく、なんか仲立ちをしてくれる、感じなんですかね。ちょっとよくわかってないんですけど。あ、そうですね。その IP アドレスとかも、そのコペア IP じゃなくても配信ができるというのが強みとなっていまして。ああ、で、そうまあなんです一ね。番いい点は、このポート開放等の作業しなくても安全に配信ができるというのがクラウドフレアトンネルの利点になっています。ああ、なるほど。ありがとうございます。あと、ORM を使うっていう話があったと思うんですけど、これは、なんかデータベースが裏側にあって、ああ、それでそことやり取りをするっていうことですね。はい、そうですね。ここのやり取りを R でかけたら、その各種、その MySQL とか Postgres とか、その書き方がちょっと変わってくると思うんですけど、R 言語で統一できたらなという意味で、OR マッパーをこう組み込みたいという思いがあります。まあ、そのウェブフレームワークで何をするかにだいぶ依存すると思うんですけど、なんかこう、リレーショナルデータベースだとこう、1行にこう、1レコード分のデータがこう入っていくみたいな感じで、顧客情報みたいな、ある程度データフレームみたいなデータ構造だと思うんですけど、まあなんかこう、中にはこう、なんていうんですかね。テンソルみたいな、こう、奥行きがあるデータもあれば、すべての情報が1対1じゃないから、こう、あれで言うと、リストとして扱った方がいいみたいな、そういう
データもあるのかなと思ったんですけど。ああ、なるほど。まあ、そこをなんかうまく使えるから、まあ、まあ、それがあのメリットかなって、まあ、ちょっとしたので、まあ、ちょっと今後の展開としてそういう話もあるのかなと思いました。はい。ありがとうございます。他に何か質問等ある方いらっしゃいますか？あ、すいません。ちょっと言い忘れたんですけど、クラウドフレアトンネルは、なんか、無料で使えるんですか？料金は？なんか、そうですね。クラウドフレアに、自分のドメインをこう登録しておいて、で、その自分のドメインの、そのサブドメインをなんか適当に決めると、クラウドフレアトンネルの1個のトンネルを作れるんですけど、なんか、聞いた話では、その、HTTP だったら、なんか、ドメインなしでもいけるっていう噂は聞いたんですけど、僕はやり方わかんないので、その、僕の知ってる中だと、1個ドメインをクラウドフレアに登録しておいて、で、そのドメインを使って、クラウドフレアトンネルやるっていう流れになっていまして、今、クラウドフレアトンネル自体は無料なんですけど、ドメイン料は払わなきゃいけないっていう感じですね。ああ、ドメイン名を取得するときに料金が発生するんですね。はい。そうですね。ありがとうございます。あ、質問がない感じだったら、もしクラウドフレアお見せする時間があれば。あ、そうですね。そこを多分、聞きたい方が多いんじゃないかなと思いまして。お見せしようと思います。クラウドフレアはこんな感じになってまして、で、今自宅から配信してる方が、こちらになるんですが、これの、チャンネルのところなんで、いっぱいトンネル作っちゃってて分かりにくいんですが、これか。多分この PCA メーカーっていう名前をつけてるトンネルのやつで配信ができてまして、このキングアのところによって、こんな感じで、クラウドフリアードをインストールして、で、トンネルの設定をガチャガチャする、コマンドをこう書き出してくれているので、それをそのままペットターミナルに貼っていただけると、このトンネルができるという感じになってまして、で、この PCAPP というこの部分ですね、このサブドメインを決めてトンネルを作るという感じになってまして、で、この市のドメインになっているところは、クラウドプレイヤーに登録しているドメインが使えるという感じになっています。という感じがクラウドプレイヤーですね。他に質問ある方とかいらっしゃいますか？よろしいですかね。あ、なんか、シャイニー以外に、なんか静的な HTML のファイルとかを公開するとかもできるんですか？あ、できます。できますか？はい。あ、クラウドフレアトンネルの話ですかね。あ、はい、そうです。あ、なんていうんですか、静的な、ファイルも、配信はできるんですけど、クラウドフレアトンネルは、ローカルで立ち上げた、サーバーの、ローカルのアドレスを、載せることで、そのトンネルで繋げれるんで、静的なファイルオンリーだとできないんで、まあ、何かしらのエンジンの上に乗っけていただければできるという感じですね。例えば、自分の解析手法を、この仕組みで公開したってなった場合、計算は、自分の PC が、サーバー側がやるんですかね。そのはずです。はい。ちょっとそこは調べきれてないんですけど。なるほど。
なんかユーザーが自分のデータを持っていて、この、仕組みでこう公開されたウェブアプリにアップロードして解析ボタンを押すみたいな、なったとき、データはじゃあ、転送されてくる感じですかね。おそらくそうだと思ってます。ちょっとわからないんですけど、これとか例えば、ここに CSV のファイル入れて解析ができるんですが、はい。これで入れた場合は、おそらく多分、オリジンのサーバーの方で計算されているはずです。ちょっと調べられてないんで、正確な情報じゃないかもしれないですけど。